どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションしていこうと思います。今回見ていくのは、ヒプノシスマイクのリアクションですね。今回は、名古屋 vs 新宿のドラマトラックから、和中共同かなこれ。ちょっと僕頭弱いんで、漢字読めないんですけど、和中共同を聞いていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。ドラッパですね。はい、毎月一遍ずつ、まあ、ゆっくり講師になってしまっているんですが、ドラッパを見ていこうと思います。はい、多分並び的に名古屋かな。名古屋のこの前日談みたいなものを見ていくと思いますので、楽しんでいこうと思います。なんか、名古屋のドラッパ久しぶりだな。すげえ楽しみ。いや、もう本当にね、名古屋 VS 新宿は個人的にやっぱりヒプマイの中でもかなりベストバウトなんじゃないかなということで、本当に食らった名古屋のこの熱い絆。まあ、まだ家族っていうには、前のドラッパ聞いた限りだと、まだ家族っていうにはどうなのっていう感じなので、多分このドラッパで家族って感じになるのかな。はい。まあ、そんな感じで見ていこうと思います。まあ、これを聞いてから怪言を作ったってなるとめちゃめちゃ熱いのかなというふうに思います。はい。というわけで見ていきましょう。それでは聞いていきましょう。ヒプノシスマイク、バッターステンプル VS 摩天楼よりドラマトラック和中共同。よーい。アクション。それでは聞いていきましょう。よーい。スタート。さて。ああ空港か。ごめんね、ギシギシ言ってるわ。さあさあ。うわ、出た！おとん！しばかれる。お茶のようにしばかれる。檀家さんの息子？あ？誰？最悪じゃん。わあ、しばいたのか。何してんの？え？親子も丸刈りにした。この、ここは、お前はバカなのか。やりたい放題かよ。逃げている。やばいね。そうね。おう。まあ、ちょっと対話を覚えた方がいいぞ。さすがにちょっと、やりすぎだ。ギャランバーンが流れてたな。ギャッギャッギャッギャランバーンだよね、今流れてたの。おう。ジューシー会いたい。いやー、いいね、いいね。ビジュアル系も成功してるんだ。おお、バンドメンバー？へえ、すごいじゃん。お？なんだ？話？わーお。音楽性の違い。お？悪そうな奴が出てきたぞ。え？いじめっ子？お？違うよ。尾崎くん。やばい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 。うぬら？は？うむら？ああ、はいはい。あ、そうなんだ。いや、でもまあそれなら仕方ないな。うん。
うわ、ギターか抜けんのきっつ。なんだあいつ。あいつもちょっと一屋さんに頼んで、牢獄にぶち込んでもらおう。あれ？もう一屋さんしかいなくないか倒れんの。一屋さんギターできるよな。空港？裁判。うん、勝ったんだ。うん。大丈夫？うん。お願いします。新宿行ってからおかしいのか。なんか宣戦布告してたよね？あれに。ジャクライ先生に。さて。ん？なんだ？ドイツ。これ、ペラ。予選？おう。あら？ポンポン。うん。何を？おー。まあ、協力して、手を貸しながらやんかしようとしてんのか。いいな、人や呼びいいね。リーダーらしいことしたいんだね。かわいいな。まあ、親としたら手焼くだろうけど。空港の面倒見れる、あの、お父様はなかなかだな。そうだね。やっぱりまだ家族じゃないよね。お？誰だ？ええ、わかりました。の、ああ、出会っちゃった、尾崎くん。え？少年院から出てきたの？お前がおばあちゃん殺すからだろ、お前。一年で済んだだけ管理しろ。あ、そうなの？主犯は？いや、違う、お前のせいやろ。お前が重視のおばあちゃん引き殺すからだろ。引き殺してはないわ。おぉ、ぐちゃぐちゃにしてやんよ。ええー、おぉ、こいつ、もう、構成のうちだし、もう一回ぶち込もう。やばい。アマンダだけは守ってね。ちょっとダメだな。空港にちょっと丸刈りにしてもらわないとな。全身丸刈りにしよう。What？ あ、獣士か？ひとどき？誰だ？そうだね。まあ、獣士だったら顔見知りだからな。ひとどき？ひとろき？
態度じゃないかな。ああ。沈黙が金。何してるんだ？痛い痛い。何？これ映像で見たい。長パン？はい。マイコです。え？音もひっ。え？音をラップすんの？俺が言うぜ、今から説法、社会に説法、俺が説教、お前絶叫。OK! Let's go! Come on! おう。うん。ポー、説法。OK! おう。ほう。極楽浄土。全く聞かない。なんてヒップホップな音なんだ。軽い、軽い。オッケー。お、聞かせてくれ、音ライム。えいよ、カモン。いや、音のラップないんかい。お、爆発している。僧侶がこっからマイク出してんの面白いよな。想像すると。うん。そうね。そうそう。答えに出なくても答えにたどり着こうともがいた分だけ言葉は重くなるわけだ。そうね。すぐ答えを求めすぎたのかもしれん。親父の説教、釈迦に説法。いじめの件をチクったわけ。チクったっていうかあれだけど。うん。ああ。うん。ああ、助けてくれてたの？自分か、そういうことか。それをかばったら。で、逃げちゃったわけだ。きつい。おわ、何と何だ。おう。二つ。え？そうね。
自分の罪悪感から逃れるため。そうだな。でもそう突き放すしかできないよな。よく言ってくれたとはならないよ。さすがに。どんなに人ができてても。ああ。何かしようとしたのか？犯罪。あ、犯人が分かって復讐しようとしてんのか？捏造か。なるほど。しかし。兄貴のためじゃなくてってことね。うわお。これきついなぁ。桜井先生に言われると正しく聞こえちゃうもんなぁ。自分が、まあ、正しいんだろうけど。現実を突きつけられてるみたいだ。捕まえることができたかもしれないのにってことか。あ、重視？そうだよな、名前なく送ったのはな。ああ。怒ってるの見て逃げちゃったんだ。ああ、ギターやってもらおうと思ったんだな、やっぱり。うわあ、なるほど、なるほど、なるほど。心はやっぱりバラバラだな。あら。誰？空港？尾崎だったら、お、よかったよかった。尾崎だったらどうしようと思っちゃった。夢と神はまがいもの。夢まが。神僕みたいだな。うん。ああ。まあ。そんなことないけどね。うん。立ち上がってるよ。そうだよ。強いよ、重視くんは。
ホワイトハルコン。ギターかな？No. Wow. そうね。いいね、いいね。いいこと言うね。弱くないよ。オッケー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 。負けるな負けるな。あのいじめっ子のやつはもうパンチしてやれ、ほんとに。ああ、もう時間が足りないんだ。ああ、そうなんだ。もう時間が足りないんだ。お？なんだ？渡したのか？人やに。貸してもらったんだね。お？オッケー。二つある。なんだ？一つは。それはいいじゃない。わお。言うほど嫌いじゃねえってことだな、これ。オッケー。家族だとは言ってたっけ？忘れちゃってたわ。でもまだ実感としてはなかったよな。おお。わあ、同じこと言ってない？わあお、ジャクライ先生か。ぶっ倒してから行きな。オッケーオッケー。ぶつかろう。ぶつかろう、ぶつかろう。えい。おう。正義？オン。アンサー。You know? OK, OK. わお。全く聞かねえぜと。いいね。長男だな。OK? ビート買った。ウー。ウー。サバーク。いや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 、もう
おお。続き続けるとひたすらあのいじめっ子にぶつけるような悪意と思いを空港にぶつけたわけだ。ストレスみたいなものをな。すっきりしたかな。ぶつけようのない感情をな。お、来た。空港。一線。ねえな。お。オーケー。うー。そうか、ジャクライ先生の言葉とかに苦しんできてるんだな、人やわ。吹っ切れるしかねえってことだよ。そうな。忘れちまいそうになるんだよな。おお。おお。グッド。なるほど、なるほど。ぶつかってまた、いい感じになってどうすんだ？尾崎くんか。バンギャとかいっぱいいるんだろうな。髪の毛カラフルそう。お、マジで？触るなよ、これに。家族のだ。そうだ。小物すぎるだろ、お前。お前、小物すぎるだろ。一年年初にぶち込まれると小物になるのか、人間って。三人でか。ボーカル、ギター、ドラム、ベースか。スリーピースになるわけね。そうだ。仲間だしね。このバンドメンバーも仲間だよ。いや、いいね。引っ張れるようになってる。強くなってるよ、ジューシー。そうです。偽物のアルカディア。お！あの後ろでキーボードの音が聞こえるんだけどあの一人多いですね。うん。カン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 みたいな。おお、かっこいい。お、なんだ、なんだ、なに、なに、なに、客しらけさせるなよ。シンプルにやべえ奴らだな。営業妨害でしょっぴこう、こいつらは。お、お、人屋さん。オーケー。
お前をぶち込んだな。まあそうな。最強だ。オーケー。そう。オーケー。はは、吹っ切れた、ひとやさん。わあ、なるほど。だからここまで強固になったのね。お。最悪だよ。器物損壊だぞ。お、来た。空港。シンプルに器物損壊でしょっぴかれるぞ。お。オーケーオーケー、通りすがりのお坊さん。オーケーオーケー、一人でも戦えてるぜ、重視は。でもそれをサポートするのが家族のみんな。お？誰だ？おお。オッケーオッケー。そんなものは、とうに見てきたって感じだな。オッケーオッケーオッケー。パンポンパンみたいな。オッケー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 。おー、いいじゃないっすか。これめっちゃいいっすね。たまらんっすね。いやー、いいです。ちょっと待って、次のドラパのタイトル投げんだけど。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、よかった。めっちゃよかった。いいですね。なるほど、なるほど。やっぱり名古屋大阪のこの絆の出来方っていうのが今回ではっきりしたかなっていうような感じですね。なんかやっぱり仲いい友達以上抜けなかったけど、このね、やっぱり大阪も含め今回のドラップを聞くことで、うわ、やっと熱く、こう、ギュッと強くなったね、みたいな感じで、絆が熱くなる回でよかったね。まあ、ひとやさんもね、まあ、受け入れるじゃないけど、まあ、忘れるでもないけど、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、なんか、吹っ切るという形で、まあ、うまいことね、自分の気持ちに整理をつけたわけだからね。まあ、それでなんとかなるならいいのかなっていうような感じですね。なかなかやっぱり、ひとやさんの抱えてる問題はやっぱりセンシティブなものがあるけどね。だって未だにだって、のんびりしてるわけだろ？あの人たちは。ひとやの、お兄ちゃんを殺したというかさ、いじめた犯人はまだまだのうのうと生きてるっていう風に考えると、まあ本当にね、同じようななんか気持ちになって考えると、本当に許せないことだと思うし、やっぱり何かしらの罰は絶対与えたいなって思うけど、一線を越えられない悔しさ。やっぱり正しい罰を与えるにはこちらも正しい手順を踏まなきゃいけない。相手は道を踏み外してるのにっていう、そのね、やっぱり多分法律を学べば学ぶほどそのもどかしさに縛られると思うんだよね。うん、だからこそそれを受け入れて一旦気持ちを落ち着けて整理させて、やっぱりなんだろうな、本当に受け入れるじゃないけど、やっぱり吹っ切れる必要があるんだよ。囚われるなっていうことだよね。うん、ちょっと視界を広めてみろ、俺らと仲間、家族、バッターステンプルがいるからっていうことで、まあね、二人ともなんか重視もね、それぞれまあいろんな目線でこうね、食うことで心を通わせることで、まあなんか一つ新しい絆みたいなものができたかなっていう感じですね。なんか一本になったなっていう感じはするよね。いやー、僕これ聞いたらもっともっと名古屋に投票しちゃったかもね、みたいな感じで。いやー、すごいですね。やっぱりこの新宿 VS 名古屋ベストバウトなんだろうな。バックグラウンドもベストなところが多いからね。あー、なんか名古屋ファンも結構多いなっていう印象だったけど、わかるなー。空港のこのぶっ飛び方もなー、いいしなーいいな、なんか空港ってなんかやばさがやばいよな。破壊し荒らしてから坊主にしちゃったぜってか訴えられても仕方ないぞ、マジで。本当に親ともども坊主にしたらしいからな。本当に何してんのっていうことだからね。ああ、いや、いいなー。まあ重視は重視で心の中で自分を強くあるっていうことで決着をつけるっていうね。
いやー、いいんじゃないかな、本当に。同じような人を作らない。同じような人を助けるっていうことを、人屋はこういうふうになんか、方針転換して受け入れることで過去から解放され、重視は自分が強くあろうとすることで、まあその過去からも、何、いじめられた過去からちょっと乗り越える、過去を乗り越えるっていう形になって、空港は空港で自分ばっかりだったこうまっすぐだった視点を広げることで、まあ周りとの仲間、そのなんか絆みたいなものを再確認する。まあとてもとてもすごいいい話だったんじゃないかなっていう感じで。いや、いいな、名古屋のね、ドラッパ面白いんだよね。空港がやべえやつだから。空港がね、ぶっ飛んでるからマジで名古屋のドラッパは面白いな、本当に。だって入りからおかしいじゃん、マジで。お釈迦様に、なんか、お釈迦様に悪口っていうか、お釈迦様に悪口って言うんじゃねえとかさ、お前、檀家さんの息子坊主にしたってどういうことだみたいな。なんか、入りからやっぱり面白いのがやっぱりこの名古屋の特徴ですね。いや、いいな。空港がすごいキャラクターとして魅力的すぎるよな。新宿ぶっ飛ばすぜ、つって新宿乗り込んで、なんか、新宿の、ホストクラブ殴り込みに行ったりとかしたからな。行動力の化身すぎる。でもまあそうやって強い空港だからこそちょっと弱っている人に触れることで弱いことを理解するっていうね。なんかそういうつながりになってるのがまたいいよね。なんかそれぞれ自分の中でなんか迷っている悩みみたいなものがあって、それにこう仲間と一緒にこう気持ちの折り合いをつけていく、その過程っていうのはめちゃめちゃいいなというふうに思います。ただ名古屋はやっぱりな、いじめっていうさ、やっぱりシビアなテーマだからやっぱり辛いところは本当に辛いね。まあでも本当にこれからどうなっていくのか、また多分2枚目の CD とかも出てくると思うからね、その時にドラマトラックが更新され、どんな風に話が進んでいくのか、楽しみにしていきたいなという風に思います。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。空港ジューシーとか、人屋さん好きとか、尾崎許せねえとか、おじいさん、お父さんのラップを聞かせてください。空港パパのラップが聞きたかったでございます、みたいな。いや、いろいろとね、こう、なんか、お楽しみな方のコメントをお待ちしております。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ヒプノシスマイク、ドラマトラック、和中共同でした。バイバイ。